開けると思います、そしたら暑い夏が待っております。節電の夏が待っております。そんなことに立ち向かっていきましょう。それでは、本日1時間、ゆっくりと見ていただきましたお客様に踊り子ご挨拶いたしましょう。気をつけ